ぞブラビットの達也とハリトとテレです。普段メジャーデビューもしているバンドマンですが、視聴者またはその知人が体験した怖いお話お願いします。このコーナーでは視聴者またはその知人が実際に体験した実話の怪談の実を送ってもらっています。はい、お前ら絶対欲しがるよ。何欲しがる？そういう突撃団長、これ団長安田大佐すごいでしょこれ。すごい。巨人を倒し、そこ帰還するぞ。え、どうやって帰るの？それ人類存亡の命運は今。パターンがある。そういう突撃。あれ、心臓を捧げよう。ない。そういう、あれないじゃん。先生それはない。あんまり見せ場ない。ない死ぬ間際は確かにあそこが良かったのに。では本日もやっていきましょう。一人目、ビムさんから届いた怖いお話。これは私が小学校5年生の時の話です。私の通っていた学校は5年生と6年生の時に合宿場に行き、2泊3日の合宿を行っていました。合宿1日目の夜、肝試しがありました。合宿場にはプラネタリウムルームがあって、肝試しのスタート地点はそこでした。お化け役の生徒たちが準備をしている間、学年主任の先生が怖い話をしてくれました。その話というのは、ある男の人が一人で登山に行きました。途中で雨が降ってきて困っていると偶然山の中に小屋を見つけ、人もおらず電気もつくようなので一晩だけそこに泊まることにしました。夜もさらに更けた頃、トントンと小屋の戸を叩く音がして、自分と同じように山を降りれなかった人がいるのかと思いましたが、少し違和感を覚え、扉は開けずに、どうしましたと問うと、幼い男の子の声で、開けてくれると聞こえました。子供がこんな時間にと、ますます違和感を感じ、いくつか質問をすることにしました。君、名前は？お父さんとお母さんは答えません。そこに何人いるのと聞いた瞬間、バンバンバンと小屋全体を覆うくらいの人数が小屋を叩いているような音がしました。というような話をみんな集中してシーンと聞いている中で、学年主任の先生が驚かすようにバンバンと大声で言ったので、怖くて叫んでしまう子や全く怖くなかったという子など反応は様々でした。そんなことをしている間にお化け役の子の準備ができたとの連絡がありました。いよいよ肝試しが始まるとスタートの扉の前に立ったその時、バン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 とプラネタリウムの壁を叩く音が響きました。まるで学年主任がさっきしてくれた話のように、その音はおよそ1分ほど続き、皆放心状態でした。音が止まり、ある男の子が、先生たちで俺らのこと怖がらせようとしてるでしょと言いました。その発言を聞いて、私もそうだと思っていましたが、学年主任の顔は顔面蒼白、震えた声で俺じゃないと。よく考えてみると、プラネタリウムの部屋全体の壁を叩く音がしていました。私たちがパニックにならないようにと先生は切り替え、肝試しに送り出してくれましたが、後日その学年主任の先生から、あの夜のことは下の学年の子たちには言わないでほしいと言われました。ガチやん。なんかすごい怖い話をしてたことが関係ない自分たちの場でも起きちゃったっていう。俺の話をしたのかっていうこと？多分そうだね。俺の話してんじゃねえやって。どっちなんだろうね、怒って現れたパターンか、まあ、ご本人様登場みたいな、タンガス出て後ろから出てくるみたいなことなのかね。どっちかだと思うけど、まあ、実際にこういうことが起きて、で最後の一言が怖いよね。下の学年には言わないでおいてね。リアルだよ。リアル。もしくはロビンチュアンの可能性。ロビンチュアン2個いや一人だけど、うんうん、手がいっぱいいたからさ。先生こうしてた可能性ある。先生がロビンチュアン。先生。続きまして、マー君さんから届いた怖いお話。以前僕が快活クラブに暇つぶしで通っていた頃の話です。僕はその日、鍵付きの個室を利用していました。
その快活クラブはカードキーを使わないと入れないエリアに各一つずつ喫煙室が設けられていました。僕はその喫煙室の左側の部屋でした。初めは問題なかったのですが、たまに隣の喫煙室から3人くらいの笑い声が聞こえてきたんです。防音はしっかりしているところなのでかなりの大声でも、自分はああ若い人がはしゃいでいるなぐらいに思っていました。そしてふと僕もタバコが吸いたいと思い、隣から笑い声が聞こえる中、やんちゃな人らと一緒の空間で吸うのは気まずいなと思いながら、タバコとライターを手に取り部屋を出ました。最初に話した通り、すぐ横が喫煙室なのですが、部屋から出た瞬間さっきまでの笑い声が聞こえなくなったのです。不思議に思いながら喫煙室の中を覗くと誰もいなかったんです。怖いとは感じたのですが、タバコを吸いたい欲の方が大きく、喫煙室の中で2本ほど吸い終わってから違和感に気づきました。灰皿を見ると自分の吸った2本の吸い殻しかなかったんです。恐怖を感じ、早く帰ろうと荷物をまとめてカウンターに行きました。滞りなく生産は終わったのですが、最後に一応、僕の使ってた左隣の部屋って誰か利用してますかと聞いてみました。すると店員から返ってきた答えはこうです。いえ、本日はまだそちらの部屋はご利用いただいていないので、清掃も入っておりません。僕は冷や汗をかきながら帰路につきました。趣味の一つでその前日心霊スポットを友人と巡っていたんですが、もしかしたら連れてきてしまったのかもしれません。心霊スポット行ったわけだから絶対それだよ、まあ、前日行ってて笑い声聞こえてって考えると、まあ、連れて帰ったんじゃないかなっていうのが濃厚だよね。じゃあ部屋の中で聞こえてたってことに、うん、あ、そういうこと。そう、だから隣から聞こえるなと思いつつも、出た瞬間笑い声止まってるってことは、うん、喫煙室と自分の部屋の隙間にいたでしょ。でほぼ自分の部屋みたいなもんだから、その人にしか多分聞こえてないんだよね。いやだと思うよ。じゃあなんかクレーム来るよね。そう、大声でさ、うるさいよってなるし、うん、なかなか、あと満喫って声出すのって勇気いることない。あ、そう、図書館みたいな空気漂ってるやん。だからそこでなんか大きい声とかって考えにくいから、なんなら隠しカメラとかあるんだよ。監視カメラで俺一回カラカンでやめてくれよ。めっちゃついてたら、はいはい、ギャラリーで集まったからね。それを見に、それを見に、多分、うん、と誰か一人が撮った時に、はいはい、トイレとかで、ね、俺らがイチャついてんの見て、あそこイチャついてるのって、野球部7人ぐらいギャラリーに来てるから。で、お前どうしたん？うん、やめた。やめた。俺は、でもあそこで俺多分続けてたら、うん、多分俺今シミ犬の次ぐらいになってた。なんでねえよ。次がラスト鳥のお話です。 P さんから届いた怖いお話。これは私のおばさんが体験した話です。私の住んでいる地域は昔鉱山があり、鉱山病院という名の病院がありました。鉱山病院というだけあって、町から少し離れた山の中にその病院はありました。祖母が20代前半の頃に病院の名前と場所が変わって廃病院となった鉱山病院は心霊スポットになり、当時の若者たちが夜中に忍び込んで肝試しをするようになったそうです。おばさんもその一人で、友達4人と夜中に車で鉱山病院へ肝試しに行ったことがあると言っていました。車で病院の門を入り、玄関口まで行き、そこに車を止めると廃病院のはずなのに一箇所電気がついているように見えたそうです。おばさんは不思議に思いながらもみんなで中に入ります。中では特に変わったことは起こらず、なんか期待外れだね、帰ろうと車に乗って帰ろうとしたんですが、何度鍵を回してもエンジンがかからない。その時は運転している友達の悪ふざけだと思い、そういうのはいいからとみんなが言っても、運転手の友達は一人でパニック状態。とても嘘をついているような取り乱し方ではなく、おばさん含め残りのメンバーもパニックになっている中、どうやったのかはわからないですが、いきなりエンジンがかかり、そのまま急いで山を降りようとしました。ところが車のスピードが全然出ない。運転手の子は焦って
アクセルをベタ踏みしているのにノロノロとしか動かない。その間おばさんはドンドンと何かが当たるような音が聞こえていたみたいです。そうしているうちに何とか町まで降りることができ、とりあえず近くのコンビニに行きました。明るいところまで来て少し安心したのか、何だったんだあれ、エンストしただけなどとそれぞれが話している中で、おばさんがさっき車になんか当たってる音しなかった、病院も一箇所電気ついてたよねと聞くと、その音を聞いた人も明かりがついているのが見えた人もいませんでした。枝が当たった音かな、明かりは気のせいだったのかなと、その時はあまり深く考えず、とりあえず飲み物でも買おうと、みんなが車を降りた時、音の正体に気づきました。昼間に洗ったばかりのはずの車が砂ぼこりの中を走ったのかというくらいに砂だらけになっていて、車のボディには無数の手形がついていたそうです。4人は顔が青ざめ、あの音は何者かが車を触っていた音と気づきました。そしてもしかしたら明かりもとみんなが瞬時に察し、そして誰も一言も話さなくなり、その日は予定より早めに解散したそうです。数年後、その鉱山病院は取り壊され、敷地内に入れないようになりましたが、鉱山病院に向かう途中の道には一本杉と呼ばれている杉の木があり、道路を舗装する際もなぜかその一本だけどうしても切れず、切ろうとすると死亡事故などが起きる。なのでその木を挟むように道路が作られ、今でもその一本杉は道路と道路の真ん中で祀られています。病院と一本杉が関係しているのかは分かりませんが、偶然にしては場所が近すぎる気がしました。結局何、結局何結局何って何、結局何、これはおばさんが霊感が多分強いんだよ、うん、だから着いた時点で電気ついてるなとか思ってたんだけど、うん、まあ何事もなく中を回って、で帰る時にバン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 、要するに霊に襲われてるから、うん、だって車もアクセルベタ踏みしたらさ、うん、200キロくらい、ベタ踏みってそうでしょ、うん、なのにで、その時にバンバン言ってて降りて確認したら手形がついてたと。要するにその音っていうのは霊がこうやってウェーってやってたってことでしょ。本当？いやいや疑ってんだ。いや、そのすごいな。まあでも俺らもさ、新スポでさ、後ろの車のさ、はい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 、窓に手形あってさ、まあでもまあ誰か触ったんだろうぐらい、そうだね、確かにしか思ってないけどさ、うん、そんな無数に、うん、無数に、しかも音もちゃんと聞こえてて、だからね、そう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 、いやもう廃車だよね、そんな車。いやだってそう、呪われてる可能性あるじゃん。危ないよ、普通に車ごと、うん、かステッカー貼った方がいいのに、ゴーストインカー、ベイビーインカーめちゃくちゃ縁起悪いよ。でもそのぐらいヤバい車にはなったわけでしょ。そうそうそう、でもなんでここまでこういう話が来るのに俺らはならんのかってことなんだ、ね、どっちかが嘘ついてるってことだよ。そうだから俺らはいやリアルを伝えてるからさ、確かにいずれ俺らになる、まあ、それはあるよ、なれば、うん、お互いだったんやってなるけど、今んとこ、うん、どっちかがみんなが嘘つきどっちかが嘘つきますか。そうなんだよね、まあ、そんなことだらけよ、このチャンネルで紹介してるのもですね、信じがたいよ、うん、大丈夫かってなるよ、お前もこの後生活できるかレベルのやつ心配になるよね、本当に、うん、ちゃんと飯食ってるかっつってんの、ちゃんと飯食ってるかということで、以上が視聴者またはその知人が実際に体験した怖いお話でした。まだまだ皆さんからの怖いお話を募集しておりますので、あるという方は僕たちのバラエティ公式 Twitter の方に DM で送ってください。では今日の動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価、そして通知ボタンをお願いします。明日の動画でお会いしましょう。さよなら。この度僕田口達也は初心者ギターをプロデュースし販売することになりました。白黒二色展開テレキャスターというタイプのエレキギターです。一本一本すべてにおいて僕が検品をしてから送ります。すべて僕が検品をしたよという印として直筆でシリアルナンバーを入れて僕のサインも書きます。弦の変え方、ギターの掃除の仕方、コードの押さえ方、全部答えます。焼き尽くせ終焉の効果。僕ら誰もが秘めたる力を持ったモンスターだとして目覚めさせることに。
弱すぎって意味だよな。強すぎておかしいって意味だ。見つけたぞ冒険者ユウジ、この汚れた世界に消えさえよ。どうやら俺の能力は結構すごいらしい。だからといって面倒には巻き込まれたくないのだが、やってみるか。転生賢者の異世界ライフ、2022年7月放送開始。I'm not afraid to die.